クッキーに手を出すな。はい。なんか、何やったかな。すぐ忘れるわ。プレイ。いやー、もうしばらく慌ただしかったからな。いやー、ゆっくり釣りでもしましょうよ。1.9 ガチガチで紹介してましたけど、ね。1.9 で全然プレイしてないんですよ、正直。まあ、しばらく紹介動画をお送りしておりましたけど、1.9 を誰よりも詳しく紹介したけど、未だに 1.9 をそこまで実際にプレイできていないのが、私でございます。今日のカメミ。最後のスプラッシュは実は違いまして、ほぼ毎年開催されるマイクラ公式イベント、マインコン。すげえ、生きてーが2011年の11月18日金曜日に開催されたかららしいです。ちなみにお金を払ってこのマインコンに参加すると、もれなくマイクラ内でマントをもらえると。なんかすごいな、これ。プレイヤーの背中に表示されるようになります。そのデザインはマインコン前に違うんです。去年のはアイアンゴーレムのカーゴデザインでした。編集お疲れ様です。ちょっと長すぎたかなということで先生からのコメントです。マインコンだって知ってた？どうせアメリカでしかやんないんでしょうね。生きて。先生英語喋れるからちょっと連れてってもらおうか。生きて。こんなもんかな。8匹溜まりましたね。で、これ見て、改めてこの村人の多さをご覧ください。とんでもねえわ。まあね、ここ畑じゃなくしてからはハートのパーティクルが出なくなったんで、一応ね増殖はしてないと思うんだけど、あれからね子供の村人も見てないしとんでもないな、壊滅的ですねこれね。あーつれえなー。そしてね、悲しい事実がね、発覚してるんですよ。いや、子供おるやんけ。1.9 になってから生成したワールドやチャンク、もしくは村人でないと、まあ、例えば司書さんだったら、宝エンチャントってのを持ってるっていうお話をね、紹介動画の時にさせていただきましたけれども、そういうのもついてないんだそう。このワールドセーブデータをなんかどうにかして、こう 1.9 用に再読み込みして、もういいよ、そこにいる司書がリセットしてもいいから、なんか、そういう方法をちょっとね、考えないといけないなと思ってるところでございます。そして今日は、お前らに用事があるんだ。なんか減ってない？お、ダメージ増加4。ありがとう。やべえ、シルクタッチ安い。安くね？これは奇跡のシルクタッチだね。どうしようかな。ダイヤのものにつけちゃう。ちょっと火属性強いの、ちょっともらおう。えい！サンキュー。ああ、危ない。返して。いやー、にしても修繕エンチャン欲しいよね。宝エンチャンと。本当にちょっと解決方法教えて。はい、今更でございますけれども、本当に今更なんですけれども、盾作ります。いまだに盾を作っていなかったという私でございますけれども。こうか。盾。オッケー。盾はね、木で回復できるからね、相当コストも安くて、本当に使えるものでございます。別に盾を使うね、予定は特にないんだけども。で、バナーつけれたって言ったよね。だから今回は、はい、メニューが1枚余ってるので、メニューバージョンにしたいと思います。じゃじゃーん。ここで F キーだな。じゃじゃん。見て、メニューバージョン。メニュー版盾。いいね。ほら。うちの、リソースパックを使えばですね、エンダーチェストがこの音になるよ。じゃあこの剣を鍛えて、エンチャントレベル足りるかな。はい、エンチャントのコーナー。じゃじゃん。いきまーす。まずね、君には火属性を先につけよう。ありがとうございます。そしてダメージ増加をつけよう。ありがとうございます。そして斧にどっちがいいかな。斧やな。シルクタッチだ。あー、もうこれで限界ですね。あと剣に耐久力3つけたいところだけど、ちょっとエンチャントレベルが足りない。よし。耐久3はあったはずなんだよね、どっかに。ほら、あった。あれね。また、後日。今日は早いよ。はい、それではね、どうも、マグニーです。ちょっとね、服に違和感を感じていらっしゃる方も中にはいらっしゃると思いますけれども、ちょいちょい着替えてやろうと思ってるんでね、よろしくお願いいたします。昨日ご紹介し忘れておりましたが、こちらのスキン。帽子をかぶりますと、なんと、はい、ゴーグルがついております。ね、このゴーグルによってですね、滑空力で飛ぶ時のためにですね、用意させていただいております。早くね、滑空力をこのサバイバルでゲット、まあ、その話ですけど、先ほども申し上げましたように、ちょっと行ってみようか。はい、1.9 の新たな事柄が起こったって俺は何も驚かないよ。そう。全部知ってるからね。はっはっは、杉の木を切りすぎた。時が過ぎ、犯人は杉下さんと分かった。細かいことが気になる私の悪い。よし、これ入った。出てこれたっけ？出てこれたよね。ちょっとチャレンジしてみるわ。手持ちちょっと危ないような気もするけど、行ってきます。同じとこ出てきた。まあまあボコボコにされる前にちょっととりあえず装備しとくわ。えい、そうか、ジエンドにやってきたわ。もののこれジエンドリセットせなあかんのかな。先生がジエンドリセットしたろって言ってたからな。この新しいジエンドで、あ、1個あるやん。じゃあエンドストーンで登りましょう。今日はもう目的を決めずにちょっとほのぼのやる回なんでね。あとね、皆様から頂いている手直しとリクエストがちょっとしばらく残ってるんで、それをね、紹介しようと思ってます。はい、その前にちょっとこの気になるあいつちょっと登って確かめましょう。あれ気になるよね。もうちょいちょい盾が出てくるからうっとうしいんだよ。これを破壊すると多分爆発して落ちる可能性あるよね。あ、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 あのやられ方から察するに多分アイテムは残ってると思われる。はい、だから私こんなに余裕をかましていられるわけでございます。1回でもエンダーマンに見つかったら殺されるよ。それぐらいの覚悟でいこうね。おお、残ってる残ってる。さあ、でも散らばりすぎててもしかしたら全ての回収は不可能かもね。お、剣発見。斧発見。お、シャベル発見。ここまでは順調。ツルハシ欲しかったな。くっさー。一旦ちょっとマイワールドに帰るか。グッバイ。なんかね、もうやっぱりなんやかんや言うてこう焼いてるポテトばっかり食ってるんですけどさ、例えばほらね、パンなんかあるじゃないですか。パンなんかにこうなんか塗るとなんか美味しくなるみたいな。ほらジャムおじさんが、ジャムおじさん多分これで助かると思います。あれなんで1個爆発するの残ってたんやろ。やっぱりさこれジエンドさリセットしてもらわな無理なんじゃないの。皆さん 1.8 から、続きでやられてる方はどうされてるんですかね。無理なような気がしてきたけど。ね、これジエンドちょっとまずいね。このままじゃ多分できない感じがしてきた。皆様からの手直しとリクエストをたくさんいただいてるのでやっていこうのコーナー。ちらっともしかしたら見えてたから。おお、夜か。見てみ、この夜のこのマンション1階の詰まり具合。いきなりどっかからゾンビ出てくるからね。もう関係ないんで、これ村人がいるから植木潰し全く関係ないの。いきなりね登場しやがるあいつ。おお何階だ。14階って言ってくれてたな。あ、13階がここか。おお、オッケー、すっきりね。あ、清掃員さんお疲れです。おお、仕事が追いつかへんいう感じですね。あ、やっぱこんなとこまで来てるんや。一応ね、死所チェックしてもらう。死所チェック。無限増殖の気候になってしまってるんだそうです。やっぱりこのマンションが。なので、私なりにこうやって畑をなくしたんで、ちょっと大丈夫かなと思ってたんですが、上の階の方の扉をなくせば、もしくは上の村人を下ろしてくれば、増殖することはなくなるみたいなことなんですが、多いな。むっさ多い。これ囲まれてる。多いな。まだ子供の村人おるやんけ。全然いけてんのじゃんこれ。もうまあとりあえずちょっと待ってくれ。見てこの顔。ちょっと写真撮っとこうか。写真撮っとくわ。多い多いっていうか怖い。もうこんだけおったら。うん、確かにシルクタッチは見つかったんだからいらないっちゃいらないんだけど、宝エンチャントがあるでしょ。正直に教えてください。今のあの村人たちから宝エンチャントは取れるんでしょうか。今のあの私のジエンドで滑空翼は取れるのでしょうか。教えて。じゃあこの地図更新させるよ。あれこれね、地図を持ちながら F。これはいい。あれ更新されへんぞ。あれてか地図に反応しないよ。どうなってるわけ？で、これ今、あれ全然反応しないね。更新しないね。おかしいな。ムー社長の部屋が映ってないよね。どうなってるわけ？更新できないよ。うん、ちょっと地図はわかんないけど、これちょっと気になるんで、俺も気になってたんで行こう。行くよ。チェックしに行こう。動くかどうか。俺 1.9 になってから一回も行ってないからね。でも経験値ももう少ないし、貯めないといけないからだろうからね。これ貯められなかったら、うちがかなりちょっと厳しい状況に陥ることは間違いないね。私は、神だ。神の弟子は、すべての民だ。そうだ。私は、神だ。はい、やってまいりましたね。お元気でしたか？ちょっとまあ見に行ってみましょう。カッチャ。うん。湧いてるね。湧いてるのは湧いてる。で、ここに、溜まって、そいつらを処理できるかっていうのが問題。うん。つまりないね。つまりない。今のところ大丈夫。今のところは 1.8 の頃と同じ動作だ。行くぜ。いけてんじゃない？ああ、マジでか。うわー、これはやべえ。これはやばい展開だ、これ。これはやばい展開になった。そうか。先生、そうだった。ちょっともう一回やらして。もう一回やらして。ちょっと忘れてた、俺。斧の方が攻撃力が強いとか、そういう風なことで、斧をメインの武器にしようと考えている実況者の方も中にはいらっしゃるであろう。だが、俺は知っている。実は、剣が最も最強であることを私が今から証明しようと思う。スプラッシュポーションなどいらないんだ。行くよ。うえええ、あれ、ちょっと待って。えい、あれ、やばい。マジやばい。ああ。しかしだね。毒蜘蛛トラップ潰れちゃったね。あ、まあ、味はいろいろと。マジですわ、マジ。一瞬、どこにギャグ要素が詰まってるかわからんくなる、この秀逸なギャグ。タオルを巻いたオルガン。どこに何がかかってるのと改めて考えてみてください。そこに答えは見つかるはずだ。バカ毒蜘蛛野郎め。まだ1匹残ってんじゃん。あら、もうデスポーンはしてる。実際問題、この毒蜘蛛トラップに関して困ったな、これ。どうしよう。なんか外から声がしない？カラスの声が外からする。さっきのオルガンのやつと同じで、なんかどこに入ってんのかがちょっと分かりづらいところがいいね。まあ、もうここ、あ、さっき毒蜘蛛がちょっと弾け飛ぶ瞬間にほらスプラッシュポーション投げればなんとかなりそうな気もしないでもないけど、これさ、スキンもさ、なんかボタン一つで着替えれるみたいなのがあったらいいのにね。うん、その方が楽しいかもしれへんのにね。で、服だけこう着替える。よいしょー。それでは私が、マククラ兄弟の皆様になりかわりまして、今日もね、マクロ大名人やってまいりましたよ。高校受験という方も、意外と減ってきたんじゃないかなとも思うんだけど、まだいらっしゃいますよね。シーズンです。そしてもう一方はね、世界遺産検定っていうのがあったそうで、そちらの試験がもう終わったんで、合格の祈願をお願いしますということでございました。はい、それではですね、やっていきたいと思います。ポインマロ大名人2年2拍手1年おしゃすてっててっててけててててあてて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 てこのマグマの「マ」の字が余計に入るね。うん。ジュラママグラシマジュラシこれ読むね。ういえガストの声が外ガストからする。ガストの声が外ガストからする。久しぶりに入ろうか。俺の名はマグマニーだ。どうんな炎もへっちゃらさ。それが私、マグマ。私の夢はこのマグマを全部救うことです。ははは、燃える男だ。じゃあこうマグマがこっちまで流れたね。流れた状態でこいつにボタンをつけた、ボタンつけてディスペンサーにからのバケツを入れます。ただのゴミ箱やないかい。今日はちょっとほのぼのしすぎましたけどね、こんな日もたまにはいいでしょう。マグクラ兄弟のみんな、今日誕生日の人いるよね。そして友達が誕生日だっていうコメントくれた人もいるね。優しいね。もう全世界の今日誕生日の人を祝う気持ちでちょっと行こうか。今日おめでたい人の代わりにケーキを私がいただくといたしましょう。パクリマグガチャ。今日誕生日のマグクラブラザーのみんな、おめでとうございます。イエイイエイ。美しいね。おめでとう。おあ、出た。カツオの相乗効果出たな。見たことあるスプラッシュですね。今日のコメビで使わせていただきましたが、こちらです。チャンパルさんだ。チャンパルさんからいただいた画像、こちらです。いいですね。私の顔にコメビ、これを書いてくださったんでしょうね。何かアプリで。ありがとうございます。リクエスト待ってるよ。ほーな。